住んで一番売れてるレジェンド巻き数が結構多いなっていう。ああ、俺フェンダーヴィンテージのみ弦を一切切らず、はい、ここまで年季が入ったノードスランドなかなか見ない。どうもこんにちは、キッキーボックスのサラです。今日はゲストに森多聞先生をお呼びしてます。タモンさん最近忙しそうですね。まあおかげさんでぼちぼちと言いますか、はい、やってるこう仕事でお話できるものってドーベルマンインフィニティっていうポップのアーティストのツアー回ってたり、はい、いろんなセッションライブもしたりかなりやってますよね。そうね、はい、割とこう音楽マニアというかベースオタク向けの音楽も結構やってくれてるし大きいドームの仕事もやってるしテレビでもよく見る日本で一番売れてるゲスト全然ですよね、はい、今日はタモンさんどんなベース使ってるんですかという企画でして、はい、一軍のベースをとりあえずねいっぱい持ってきてもらって、うん、それ全部弾いてもらおうかなと思います。本当はお金払わなきゃいけないんですなのでちょっと一本ずつお話聞いていこうかなと思いますので、はい、本日よろしくお願いします。お願いします。1本目に紹介していただきたいのが、うん、これよく見ます、ベースマガジンとかで。ああ、はい、そうね、一番使っていくかもね、これは。はい、何年ですか。パドルペグ見たら分かるように66年。66年です、うん、はい、これいつ頃入手したんですか。4年前とか。あ、意外と最近なんです、うん、そうだと思うね、はい、これは。確かになんかそれまでは、うん、黒いアメデラアッシュメイプルの、あ、持ってたね。あ、あれでしたよね。持ってた持ってたあれ僕前レッスン受けに行った時に持ってたから。はい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 持ってた持ってた、はい、最近はもうもっぱらもうこいつが一番メインかな。これ持っていけば間違いないです。ヴィンテージじゃないですか、まあ、高いですけど、うんうんうん、どうしてこれ選んだんですか。結構アプローチ的には MTD 弾いたりケン・スミス弾いたりっていうのが多かったと思うんだけど、実は73年のジャズベとかもずっと持ってたの、うんうん、そうなんですね。レコーディングとかは結構4弦で大丈夫な時多いから、はい、73年のジャズベか、うん、73年のプレシマ、うん、でレコーディング結構それやってて、ただまあ現場って結構5弦が必要にされることが多かったんで、はい、割とそういう MTD とか使ってたんですけど、うんうんうん、実はずっと俺昔からフェンダージャズベヴィンテージ好きで。あ、そうなんですね。なんかもっとこうバッキンバッキンのアッシュメイプルが好きなんだってみたいな、なんかそういうパッと見ですけど巻き数が結構多いなっていう。ああ、俺ね、はい、こだわりあるんですよね、タモさんは。フェンダーヴィンテージのみ弦を一切切らず、はい、でもなんかそれがフィットしたのは77年までかな、うん。それ以降はやっぱなんかちょっと違うんですか、同じフェンダージャズベースでも。なんか違うかった。うん、78年のアッシュメイプルのジャズベも2本ぐらい買ったかな。うん、でいつものようにこうやって全巻きしてたんやけど、はい、なんかその倍音感とかテンション感とかちょっと合わなくて俺に、はいはい、なぜか俺がまあ持ったことがあるベースは77まではこの全巻きがなんかちょうどいい。うん、なるほど、うん、タモンさんめっちゃ豪快そうな感じなんですけどめっちゃ細かいんですよ。よく言うめっちゃ細かい。それよく言う。意外にめっちゃ細かい。そうなんですよね、なんかちょっと恥ずかしい。スリックエリートしかいかないですよね、調整は。調整はもう全部スリックエリート、まあ、ブレックマシンでお願いしてて、もう数値をもう 0.01 から変えたりしたら、はいはい、うん、まあ音がすごくフィットしてるわけですね、うん、俺は大好きね、はい、こういう仕様がかっこいいっていうイメージされるのも、まあ、タモンさんみたいな人が使ってるからじゃないですかね。これは私は後で後でじゃあ2本目にご紹介いただきたいのが、うん、これはアメリカンデラックスですね。普通のアメデラ。なるほど、うん、アメリカンデラックス最近すごい人気あるじゃないですか、うん、2000年前後のあの黒人のイケイケの人たちがみんな使ってたんで、もともとはそんなに人気のあるシリーズじゃなかったじゃなかったんですよね、これ当時、うんうん、カスタムショップからアメデラが出てた時があったんですよ。それがカスタムショップで唯一買える語源だったんですよね。30万ぐらいで売ってた気がするんですよね、当時。それ欲しいけど買えねえな、高いから、うん、と思ってたら、今は多分カスタムクラシックの語源なんか出たらめちゃくちゃ高いと思うんです。友達がなんか買ってたかも、それ。でも多分これパッシブにしてるってことは、このシェイプが好きなんですかね。実はなんか10年近く前も1回4本ぐらい買ったりして、はい、すげえ持ってた時期があって、でもなんかそれこそさっき言った MTD とかがメインになって語源は、うん、1回ちょっと手放したんだけど、なんか最近またアメデラ熱が俺の中で来て、
てたりしてて、はい、バランスいいのよね。あボディシェイプもちょっと違うやん。そうですね、ミンキーシェイプつってちょっと小ぶりっていうのもあったり、ゴレンペグっていうのがなんかいろいろこう相乗効果になってるのかもしれないけど、はい、俺はすげえバランスが好きかな。うん、まあでもあの細かいタモンさんが言うぐらいなんで、いやかましいわ。僕はこのアメデラの大きい特徴ってやっぱりあのノイズレスピックアップとサーのプリアンプだと思ってたんですけど、まあ、そこはもうがっちりプリアンプは抜いてて、ピックアップはそのままですか？ちょっといろいろ考えて、はい、試してるんだけど、はい、今はリンディがついてます。あ、リンディなんですね。そう、ドア CTS にしたかな。うん、うん、コンデンサー普通のちっちゃい50ぐらいのやつ、はい、のしてて、まあいわゆるフェンダージャズベのパッシブ仕様みたいな。そうですね、うん、ブリッジはもうブリッジオリジナルのままで。俺結構このブリッジ好きなのね。あ、そうなんですね、うん、で裏通しにはしないですね。しない、絶対しない。イエーイ。裏通しって俺いいと思ったこと一回もないな。あ、僕もそうです。オープン感がすぐなくなっちゃう。いや、そうなんですよね。なんか弦も死んだ感じになってしまうし。そう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 。これはペグもそのままですか？そう、あのかっこいいオープンギアの、はい、ここですね。俺もこのペグ結構気に入ってて、可愛いですよね。そう、はい、ここの太さも俺は結構気に入ってるから。うんうんうん、ありがとうございます、はい、パッシブのアメリカンデラックス、いや贅沢ですね。3本目にご紹介いただきたいのが、うん、アメリカンデラックス。またしかも同じ、これは見た目がもうサドウスキーになってますけど。あー、わかります。はい、仕様としては2ボリュームで、うん、これトーンですか？これトーン、はい、で2連EQでアクティブパッシブ。はい、これピックアップは何ですか？ノードサウンド。うん、ここまで年季が入ったノードサウンドなかなか見ないです。このノードストラットピックアップ10年ぐらい持ってる。あ、本当ですか、うん、いじるの好きな人が長年使ってるのって結構こう信頼が出ちゃいますね。はい、そしてこっちはペグが違いますね。ペグ違います。これはウルトラライトですね。多分個体としては97年のアメデラかな。プリアルコムの中一説によるとサーっていう、はい、話もあるし、うん、この年代ってペグがもともと5頭が乗ってたので、俺はちょっとヒップショットにしたいなって、はいはいはい、でチェンジして、他はまあ変わってないかな。うん、これはノードストランドにしても何回も変えてないですか？もともとオリジナルのプリとピックアップがあったんだけど、はい、1回パッシブにしちゃって。そのオリジナルのピックアップのままですか？何個か試した。あ、やっぱそうなんですね。リンディも試したし、はい、フェンダー純正ピックアップも試したし、まあ結構パッシブ語源も手持ちあるんで、はいはいはい、で中で1本アクティブジャズメのフェンダーを持っててもいいのかななんて思って、うん、今ちょっとこれに落ち着いたんだけど。なるほど。いや、タモンさんピックアップめちゃくちゃ試してますよね。試したな、結構試した。この5弦のジャズベースのピックアップでもう知ってると思いますけど、難しくて、むずい。試すのも難しいんですよ。ハマんないこともよくありますから、ね、あれ僕サイズいろんな会社のやつから引っ張ってきてまとめたことがあるんですけど、うん、全く同じサイズで揃うことないんです。ないな。たまにあのタモンさんからメッセージが来る、あの「さらちゃんこのピックアップってどうなの？デラノっていいの？」みたいな。あ、デラノ気になってるんです。まだ試してないけど。まだぜひぜひお試しください。素晴らしいピックアップなので、はい、たくさん試す中でも10年ぐらい生き残ってるのがノードストランドだと。サドウスキーのプリアンプとすげえ相性がいいと思う俺。うんうんうん、プリアンプとピックアップってなんかすげえ相性っていう人もいるし。ありますよね。うんうん、はい、パッシブにしてすげえいいピックアップっていうのももちろんいいんだけど、うん、プリアンプ積む場合はなんかその単体単体っていうよりかは、はい、相性がすげえ俺は大事な気がしてて、うんうんうん、やっぱそういうのあってバルトリーニピックアップとプリアンプとかでやっぱ腑に落ちますよね。はいはい、わかる。はい、いやそういう。じゃあ4本目に紹介していただきたいのはエキゾチックですね。僕これ全く同じスペックでお願いしたことがあるんですけど、タモンさんスペックみたいな、たくさんこうやって弾いてきた中で今こういうのが欲しいっていう風にまあオーダーしたものですよね。そう、これちょっと細かく聞きたいなと思うんですけど、まあまず一見してここはローステッドメープルになってますね。実はそのこのベースに行き着くまで4本ぐらい作ってもらったんですよね、母体を。アッシュロースとアッシュ普通の、アルダロースとアルダ普通の、僕たちが YouTube でやってるようなのと同じようなことやったんですよ。そう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 、はい、なんか俺すげえローストの方が感触良かったのね。うーん、ネックはローストのメープルで、うん、ボディはアルダとアッシュどっちにしたんですか？これアッシュになりました。結構ね、5弦ベースっていろいろ弾いてきたけど、はい、アッシュボディのジャズで好きなね、うん、アッシュにローズしたアッシュローズ渋いですよね。そう、はい、バランスがいいっていうか、うん、欲しいとこがこうすぐバンって出てくれるような
気がしてて、はいはいはい、なのでアッシュローズのローズとかに決まりましたけど、はいはい、うん、あとプリアンプアクティブサーキットを積んでるのが非常に特徴的ですけど、うん、これはバルトリーニ TCT が積まれてですね、はい、これなんか指定したんですか？試しました、いろいろ。ああそうなんですね、うん、数種類試させてもらったかな。その中でリンディフレイリンですよね、ピックアップ。そうですね、うん、でちょい巻きが多いタイプですね。そう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 、はい、これはエキゾチックの仕様っていうか提示してるところがあったんで、そうそう、それはそのまま行こうよって、うん、プリアンプ、はい、まあ、相性もあると思うんだけど、このリンディフレインと合うプリアンプっていうのを結構探らせてもらって、はいはいはい、俺なんかあのバルトリーニ好きなんよね。いや僕も大好きです、うんうんうん、昔から結構好きで、はい、TCT が好きで、僕 XTCT 派なんですよね、うん、ミドルの違うんですよね。そう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 、周波数がブリッジがヒップショットのスタイル B で、自分もヒップショットのウルトラライトという、割とアメリカンな、なんかあんま日本っぽくないでしょ。そうですね、これと同じモデルをその時に仕入れて、こんなんやってるよみたいな話を聞きつけて弾いたら、やっぱめちゃくちゃいい。でもちょっと高いんですよね。高いね。そうなんですよ。なんで、それからちょっとリピートはしてなかったんですけど、うんうんうん、でもうまいことこう価格とのバランスを取りながら、うん、エキゾチックと仕事しようかなと思って、で、タモンさん仕様だからいっぱい取り入れたいなと思いまして、はい、作ったのがこれです。出た！もう当然ですけど、これの印象僕めっちゃあったんで。であとペグもパドルで、でこれはパドルじゃないですか。そうね、これあの分かんないと思いますけど、アッシュボディなんです。あ、そうなんや。そうそうそう、なるほどなるほど。そうでもローステッドにするとお金かかっちゃうんで、ローステッドじゃない普通のメイプルにして。なるほど。僕はネックやっぱグロス好きなんで、うんうんうん、グロスで、で TCT が乗ってて純多聞さんスペックですよ。リスペクトモデルと。もう欲しいもん。はい、そうですよね、もう絶対好きですよね、うん、この多聞さんスペックの方で欲しいっていう方がいれば、もちろんあのうちに行っていただいてもいいし、まあ一番いいのはエキゾチックに直接オーダーするのが PCI っていうところがあって、そこのかっこいいお兄ちゃんたちがやってくれるので行ったらいいんじゃないかなと思います、うん、内容的には同じですので。20年ぐらいの付き合いかな、黒川くんって人と。20年前ぐらいなんか関西の楽器屋で知り合って、はい、そこからいろいろずっとお世話になってて、これ作るまでも仲良くさせてもらってたし、はい、タモンさんの一軍ベースたちを、まあ、とりあえず4本、多分もっとあると思いますけど、4本とりあえず持ってきてもらったので、せっかくなんでこれ全部弾いてもらおうかなっていう。頑張ります。はい、あとちょっとこれもお願いします。ぜひ。はい仕様的にはローステッドかローステッドじゃないかだけですよね、っていうことになるな。そういえばな、はい、まあパドルと普通のクローバーで違うけど、そうですね、別に一緒だし。そうですね、そうそこら辺の比較としても非常に楽しいんじゃないかなと思いますので、皆様楽しんでいただければなと思います。はい、じゃあお願いします。
ということで5本弾いていただきました。いかがでしたでしょうか。タモさん、この XJ どうでした。いいめっちゃいい、これ、はい、ちょうだいはい、とか言って先輩に言われたらもうそうなるのマジでめっちゃいい、はい、あ、よかったです、よかったです。なんか、はい、弦もステンレスが貼ってあるのかな、今。そうですね、エキゾチックの、はい、エキゾチックのステンレスすごい俺も好きで。あ、本当ですか。いいですよね、うん、エキゾチック弦非常に良かったです。オーダーした甲斐がありました、うん、はい。こういうベースとか、さっきのね、もっとこうローステッドのタモさんドンズバ仕様が欲しいとか、もしあればエキゾチック PCI までお問い合わせください概要欄に PCI の連絡先入れておきますんで。あとタモンさんはいろいろやってますよね。服もそうですし、YouTube とか。そうですね、はい、まあ、これ自分で作ったりとか、グルーヴティー、うん、まあ、YouTube もまあ仕事の合間でしかできないから、たまにしかやってないですけど、そこら辺のリンクも概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。ずーっとやってるバンド、ふんどしグルーヴっていうのが今年でなんと10周年なんですよね。あ、すごいです。10年やり続けるってもうよっぽどノートストランドと同じじゃないですかそう、よっぽどのバンド、はい、ふんどしグループ10周年で、はい、10周年ライブやらせてもらおうかなと。あ、10月26かな、渋谷のジージーっていう、あ、はい、うん、ライブハウスでちょっと、まあ、はい、バンドメンバープラスゲストミュージシャンを呼んだりして、ライブ企画してますので、パーティーですわ。皆様いろいろとチェックしてみてください。とりあえず本編終わりです。フェンダーとか MTD とかケンスミスとか、他になんか変なの持ってたことあります？いや、めっちゃ買ったで。まあ4弦はあんまり、5弦は結構買ったよ。 F とかも買ったし、パデラだけは思想すらしてない、はい、それ以外のいわゆるハイエンドベースとかも買ったな。へー、まあ、でもどれもなんかのピックアップ2個ついた感じの。そうだよな、はい、俺は基本そうです。うん、ストラップとかもあのエルゴストラップス使ってもらってて、タモンさんには、うん、いい感じですか。すげえ体にしっくりきやすいかな。うん、特にアメデラ、このストラップディンキシェイプにつけるとめちゃくちゃフィットしてて、あ、はいはい、だからアメデラは全部これ使わせてもらってたり、うん、へー、嬉しい。今日1本買って帰ろうかななんてさっき話してくれてたんですけど、うんうん、今実はギーケンボックスで新しくそのストラップのブランドの準備をしていて、いやいや、ちょっと待ってくださいと、今作ってるんでちょっと待ってくださいと。待ちますはい、っていうすごい素敵なお兄ちゃんなんですよこの前あのタカトっていうあのタカトな、はい、タカトくんとね3人で焼肉行ったんですけど、はい、タモさん全然肉焼かしてくんないんですよ。あのああいうのってあの後輩が嘘、まあ、やるもんっていうか、しかもお酒も今やってないですよね。そうそうそう、だからなんかあのやることないその場でただただ楽しい会になっちゃって昔からかも俺肉、はい、家族でもそう、親父、おふくろ、弟とかいてて、はい、焼肉行っても俺結構焼いてるし、友達とバーベキュー行っても俺ずっと焼いていくかも。好きやね、多分食べはって、はい、うまいっ
って笑ったあんの見たらもう幸せ料理人ですね。いやいやいや、ベーシストベーシスト俺ベーシストシェフの話あーなるほど。今日実はねもう一本撮るんですよ、タモンさんのインタビューを撮ろうかなと思ってて、このシリーズ楽しいなってちょっと思って、はいはいはい、できれば他のミュージシャンの人とも遊びたいなと。いいと思う、はい、ぜひこれを見てるミュージシャンの方は DM ください。川崎さんとかとたまにてっぺくんね、はい、あの、うん、見ました、はい、その YouTube、あれもめちゃくちゃ楽しくて、うんうん、はい、あんな感じのことをもうちょっとミュージシャンたちと遊びたいなと思ってるので、うん、またよろしくお願いしますということで、この動画は終わりと。むっす。終わりです。もし面白かったら、なんかね、いいねとか何やかんやしてくれたらとても嬉しいなと思います。タモンさんもギーキンボックスも SNS やったらやっとやってるので、よかったらチェックしてみてください。ということで、とりあえず半分ありがとうございました、タモンさん。はい。2本目もお願いします。おっす。ということで。